昨日なんかの観光ガイドで全部あのレイアウトしてもらわないし、わかんないけどね。そうだよ、乗り換えのところ、ね、時間が過ぎてますので、週末の昭和62年にですね、新たにスタートしたときに新しく作られた時でございます。でその奥にですね、吊り橋が見えると思うんですけれども、これが、コラの宮橋でございます。で、まあ、駅は60年できましたけれども、しばらくはですね、この駅からぐるっとお参りして、京急に行ったんですけども、まあ、この橋ができて、まあ、すぐ行けるようになったと、これでございます。まあ、3年後の1990年にですね、この橋ができたというふうに聞いております。で、橋の長さが102メートル。で、橋幅は1メートルしかございません。で、ちょっと途中皆さんで渡れますと、揺れるかもわかりませんけれども、この後、橋おじさんに渡っていただきます。でこの虎の宮橋の名前の由来でございますけどね、奈良時代に輪明天皇が都、虎の宮を築いたという説なんですけども、それがこの辺りであったという、またそういう説もございます。で、そこから